気をつけな。空の底に落ちちまっても知らねえぞ。ギルベルト様、兵の大半がすでに戦意を喪失しており、これ以上の損害は。また我々の軍艦の防衛もギルベルト様なしでは限界があり、このままでは突破されかねません。わかりました。この気空艇を放棄して戦艦に戻ります。退路を確保してください。この船を取られたことについては我が王も何も言うまいが、団長、貴様の名前覚えたからな。賢者ってのは頭を使った勝負が専門かと思ってたけど、腕っぷしも強いのかよ。知識とは力、知恵とは戦術。賢者が圧倒的な力を持つのは自明の理だろう。そうですかよ。未来が分かる聖少女なんているのか。聖少女には脅威の力を持つ者など5万といる。ただ我が盟友聖少女アンティキティラの力はそれほど不可思議なものではないがね。聖少女アンティキティラ。ゼーンさん、その言葉信じていいんだな。私が嘘をつくことはない。物事の行く末が分かっていれば嘘などつく必要もない。へえ、そういうもんかね。そういうものだ。不可思議じゃない千里眼か。この船きっとラカンさんが言ってた団長たちの船だよな。ごめん団長、後で弁償するから勘弁してくれ。それをどうする気かな。読んでみたらどうだ。あんたなら読めるんだろ。目くらましにして死角から私を撃とうというのはあまり賢い作戦ではないな。だよな。だからこいつはこうすんだよ。やはり目くらましか。しかし死角からの攻撃なら。ん？君はまさか。当たったみたいだな。
こう。これが君の答えか。ああ。こうでもしないと、あんたの千里眼からは逃げられないだろ。面白い。では、今の一撃は決してまぐれなどではないと。いや、まぐれさ。ただ、まぐれなら、あんたに当てられる。あんたの千里眼、青少獣アンティキティラの力は、未来を見ることなんかじゃないんだろ。未来そのものが見えてるなら、今の攻撃だって避けられたはずだからな。君の推理を聞こうじゃないか。あんたの使う青少獣アンティキティラの力は予測、いや計算だ。未来はただそれだけで独立して存在しているものじゃない。どんな未来も必ず今からつながっていくはずだ。あんたの青少獣は今ある情報から未来を計算してるんじゃないのか。だから計算の土台のないもの、偶然が絡む攻撃は避けられない。ただし意思のある攻撃は相手の思考を計算することで必ず予測することができる。これがあんたの千里眼の正体だ。素晴らしい。ほぼ全てが理解できていると言っていいでしょう。ただ一点を除いて。ただ一点。我々は青少獣を使うのではない。青少獣と共にありその力を借りるのだ。それは青少獣を刺激するわけでも奉るわけでもない。対等に肩を並べ、互いを認め合い、志を同じくして同じ道を歩む。それこそが青少獣と一体化する我らが教えの採用、語り継がれる力の真の姿だ。それ俺に教えちまっていいのか。知識と実践は違うものだ。そしてそれは今この場にも言える。君はアンティキティラの力を解いたが、それでも私の優位は変わらない。私は君の力を見ると言ったが、あれは私の千里眼を解けということではない。言葉通り力を私に示してほしいのだ。無意の攻撃でどこまで私に抵抗できるか、君の持つ力のすべてを見せてもらおう。私に証明せよ。この調子で行こうぜ。これも作戦ってな。発見だ。倒れてくれるなよ。悪い、ここまでみたいだ。